で最後見てください、これ300台を超すポルシェでのパレードラン。こんなのねもうないっすよ本当に。ポルシェが公式でやってもできないこと、でも僕らは何十年もやってきて、これがこの夢が実現できるようになりました。そうなんです、うん、はい、今日は、うん、10月10日、アイドラーズポルシェデーということで、はいはいはい、あの日本中からもうポルシェが集まって、ね、ポルシェだけのポルシェだけイベントということで、もうこれ何年も開催してるんですけど、今回はですね今までで史上最大規模のなんと300台以上、300台まで数えたところでもう運営の僕ら何台か分かんなくなっちゃいました。本当ですか。はい、でまあ、今日いつも通り僕も進行とか運営とかやらせてもらってるんですけど、今日はちょっとね自分の車でも少し走って、はい、今軽く体験走行してきた。本当ですか。これはもういろんな体験走行とかスポーツ走行がありレースもあると。そうなんです。今日この後の映像に多分入ると思うんですけど、はい、普通に走るスポーツ走行もあれば、ヘルメットもなし、グローブもなしで、はあはあ、どなりも乗せてよくて、どんな車でもポルシェであればよくて、コースを走るっていう体験もできるんです。すごいですね。だからまだ走ったことない人とかっていうのも、うん、もうリーズナブルに国際コースみたいな。これってフルに回るんですか。フルコースです。1周4キロ以上あります。じゃあ結構ボリュームありますね。ボリューム半端じゃないですよ。で、最後がすごいんですよ、うん、最後はなんとこのいる車すべてでパレードランです。出ました。はい、このポルシェで全員で、はい、今日の見どころって言っちゃあれなんですけど、はいはいはい、勝手に映していいか分かんないで、それは名前だけ紹介なんですけど、RWB 中井さんの、世界の中井さんのあれの中井さん来てるんです。中井さん来てますけど、中井さんいつも来てます。で、中井さんところの空冷の第1号車、要は中井さんの始まりの車からなんと水冷の第1号車まで今回持ってきてる。で、今走ってるんですけど、うん、EV の体感、こちらさっき見ました、はい、あれはレースカーで EV レースに参戦してる体感。すごいですね。音するんですよね、うんうんうん、それもいたりとか、うんうん、世界限定100台の、はいはいはい、991GT3RSCS、なんだろう、クラブスポーツみたいなすごいやつ、そういうのもいたりとか、本当にここでしか見れないポルシェがもう山盛りあるっていう。それがしかも実際パドックで歩いて、うん、まあ、触ることはできないけど目の前で見れる。見れるんですね。でしかも踏むっていう、うんうんうん、そういうとこがなんで、ぜひぜひこれはもうね、すごいこれね、来た方がいいやつだし、まあ、できればポルシェを買って参加した方がいい。できればそれが一番いいんですけどね。ポルシェであればこの日は何でもありって言うから、うんうんうん、じゃあそこが始まったみたいなんで、ぜひぜひ楽しんでてください。すいません、じゃあよろしくお願いします、はい、じゃあ僕もちょっと MC に戻ります。はい、ありがとうございます。昨日プロモレッドさんに行って、ご挨拶させてもらったんですけど、うわーすごいポルシェ、かっこいい、やばいわ。今ちょうど仙太郎さんが走りに出ちゃってるのかな、うん、すごいですね。ちょっと全く雰囲気が違いますね。こちらの走行会とは、ね、客層の車も全く違う。うわ、
さあ、それではですね、今僕が、ね、この2つのところで MC なんだけど参加したいと思います。そして今回僕の助手席に乗るのはなんとこの方、こちらでございます。いやー、ただのギャラリーになってますね。来たこれ。うわー、うわ、やばくないっすか。全部通して全部通して930-935-9-5-GT4-GT5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 
レーシングカーですね。レーシングカーでナンバーついてるよ。おいおいおい。レーシングカー。うわ。けどやっぱポルシェ。ポルシェは違うね。全部見よう。うわ。セレクトグループ。クラウデッドグループはいないかな。オートThank you.
ちょっと雨が降ったので、みんな車を念入りに手入れしてますね。うわ、鹿島ポーチですね、これね。話しかけちゃっていいんだろうか。じゃあ、次お願い。TUC 金かかって、まあ、社長が好きなんだもんね。セレクトホテルズグループ。なんかうちもミンマージグループとか出したいね。914クラブジャパン、もしこれが914だったら、兄さんの名刺交換しちゃってますね。これ、来ると来ちゃってたね。いや、この名前
0秒台に入れたっていうことで大変絶好調ということでね、そしてそれに続くのが今回インタビカーの復活となったカーナンバー110番山口選手、もう手めっちゃ上げてますね。山口選手今回ね、あのモーテックの一番いいやつにね全部入れ替えてきたということで、山口選手の見どころはスタートです。スタートが出てます。
無事、最後のコンテンツとなりました。で最後見てください、これ300台起こすポルシェでのパレードラン。こんなのね、もうないっすよ、本当に。ポルシェが公式でやってもできないこと。でも僕らは何十年もやってきて、これがこの夢が実現できるようになりました。で今日はちょっと僕の車でも参加してみたいと思うので、ぜひ最後まで楽しんでいこうかなと思います。最高、間違いない。それはオーバルにして俺も初めてです。オーバルは最高じゃないですか。